ナさん、ご結婚おめでとうございます。ユージさんから聞きました。再来月に挙式されるそうですね。別にあんたに祝ってもらっても嬉しくないんだけど、私の結婚に便乗して馴れ馴れしく連絡してこないで。え？しかしあんたもしつこく頑張るよね。こんなに義士に嫌われているのにまだ諦めてくれないの？そうですね、夫の姉に嫌われるというのは悲しいことですけど、でもやはりせっかく親族の中になったのですから仲良くなりたいと思っています。あのさ、いい加減にしつこいのよ。あんたがどんなに媚びを売っても、私が結婚しても、私はあんたのことなんてずっと大嫌いよ。私の大事な弟と結婚した女なんてうざいのよ。せっかく結婚も決まっておめでたい気分なんだから、空気をぶち壊さないで。そういうつもりはないのですが、レナさんが不快だと言うならこれで失礼します。でも義妹としてレナさんの結婚は本当におめでたいと思っています。媚びを売りたいとかではなく私の本心です。それでは失礼しました。ちょっとはるかさん、あなたまた娘のレナと喧嘩したんですって？レナったらすごく怒ってて大変なの。喧嘩なんてしていませんよ。私はただ結婚のお祝いをしただけです。ただレナさんはそれが不快だったようですけど。まったくあの子ったら、いつもいつもごめんなさいね。昔から弟のユージを可愛がってくれていたんだけど、まさかここまで面倒な子になるとは。こういうのをブラコンって言うんでしょ？まあ世間一般的にはそう言われますね。でも兄弟仲がいいのは素敵なことだと思いますよ。あなたとユージの結婚の時も大変だったけど、もう結婚して3年は経つのよ。それでもまだはるかさんを毛嫌いするなんて、あの子の頑固っぷりにも困ったものだわ。正直な話、私もここまで毛嫌いされるとは思いませんでした。仲を深めるってすごく難しいものですね。本当にね。まああの子は頑固な上に繊細なところがあるから、それも原因の一つなんだろうね。だからあまり娘のレナに意地悪しないであげてね。え？あの子も根は優しい子なの。きっとあなたが心を開いてくれればそれに応えてくれるはずよ。あのお母さん、私はレナさんに意地悪なんてしていませんし、きちんと心も開いています。何言ってるのよ。うちの娘は根が優しい子なのよ。そんな子がここまで毛嫌いしてるってことは、はるかさんにも原因があるに決まっているじゃない。え？あなたは弟嫁なんだし、ちゃんと義士としてレナを立ててあげてちょうだい。あなたはそのつもりがなくても、あなたの言動でレナが嫌な思いをしているかもしれないわ。言動も何も、直接会ってもろくに会話もしてくれませんし、 LINE での会話もたまに程度ですよ。弟のユージが言うには、あなたは料理も掃除も完璧で素敵なお嫁さんらしいけど、身近にそんな人がいたら娘もプレッシャーになっちゃうわ。そういうのがうちのレナを腹立たしくさせてるんじゃないかしら。え？それ私が悪いんですか？うちのレナは料理もお掃除もちょっと苦手なところがあるし、まるであなたが自分の器用さを自慢しているように感じているのかも。人間関係って何事もバランスが大事でしょ。ただでさえ弟嫁はレナより下の立場なんだから、少しはわきまえてもらわないとね。すみませんが、お母さんの言っている意味がわかりません。料理や掃除が得意で何が悪いんですか？お母さんの目からそう見えるのであれば、親としてお母さんがレナさんにご指導すればいいじゃないですか。なんですって？まるで私の育て方が下手なせいで娘のレナが恥をかいてるみたいな言い方ね。そこまでは言っていません。でも結婚されるんですし、ちょうどいいタイミングじゃないですか。花嫁修行としてお母さんが少し家事を教えてみてはどうでしょう。そんなの必要ないわよ。それよりも私ね、いいことを思いついたのよ。レナがあなたの家事力を嫌っているなら、それを使って逆に恩を売っておけばいいのよ。え？はるかさんたら確かお裁縫も得意よね。デザイナー学校に通っていたそうじゃない。はい、確かに通っていましたね。
今は主婦ですが、それまではアパレル会社で働いていましたし。なら娘のウェディングドレスを仕立てるくらい簡単よね。え、大丈夫よ。仕立てると言っても既製品を少しアレンジするだけだから。いや、アレンジも結構手間がかかるものですよ。しかもドレスをアレンジするんですよね。あの子ったらあまりお金をかけたくないからってネットで格安のドレスを買ったみたいなのよ。でもあまりにもシンプルで母親としてはちょっとね。だからはるかさんがちょっと装飾してもらえないかしら。刺繍程度でいいからさ。刺繍程度って結構刺繍も手間がかかりますよ。できなくもないですけど、やはりドレスのアレンジですし。というかそもそもこんな勝手なことしていいんですか。大丈夫よ大丈夫。娘のレナにはお母さんの知り合いが可愛く仕立てるって伝えたから、可愛いドレスを見たらきっとレナは喜ぶわ。そしてそれを作ったのが実は遥かさんだってサプライズ発表するの。さすがのレナもきっとあなたに感謝するし仲が深まるわ。そううまくいくでしょうか。これでうまくいかないなら何やってもうまくいかないわよ。とにかくあなたは可愛く仕立ててちょうだい。あとは私がうまくやるから。お母さんがそこまで言うなら分かりました。ですが材料費や手間賃込みでかなり高くなりますよ。請求は結婚式後の方がいいですよね。あら、親族からお金を取るの。え、仲良くさせるきっかけを作ってあげるんだから、こんなの無料よ無料。それじゃドレスは後で渡しに行くわね。とびっきり可愛くよろしくね。ねえ、なんであんたがこんな早くに式場にいるの。あんたがいる意味がわかんないんだけど。え、義妹として式場にいるのは当たり前じゃないですか。早く着いたのもお母さんの指示です。式場に着いたらすぐ連絡してと言われていたんですけど、お母さんが今どちらにいるか分かりますか。そんなのあんたに教える義理はないわ。あんたはとっとと帰ってくれるかしら。え、もう来たなら会場をゆっくり見てみなさいよ。あんたの席なんて用意されてないから。この意味分かるよね。私は私の好きな人たちだけにお祝いされたいの。席がないってそんな、どうしてそこまで私のことを嫌うんですか。私そこまで嫌われるようなことをした覚えありませんよ。別にあんたは何もしてないわよ。でもなんとなくあんたのことがムカつくの。それが理由じゃご不満かしら。え、まあ細かく言えばムカつくところはいっぱいあるんだけどね。私より体重が10キロも軽いところとか、 SNS のフォロワーが私よりも多いところとか、私より料理掃除が得意なところとか、あとは私はイエベなのにあんたはブルベなところとか。ちょっと待ってください。え、そんな理由で私を何年も毛嫌いしてたんですか。まあ何より一番ムカつくのは私の大好きな弟と結婚してるところだけどね。とにかく私はあんたが嫌いなの。息してるだけでムカつくって感じ。なんですかそれ。私なりに今まで仲良くなろうと頑張ってきたのに、それがこんな理不尽な理由だなんて。嫌いなものに嫌いって言って何が悪いのよ。だから早く私の前から消えてくれる。私の結婚式にお前の席なんてないから。目障りだからとっとと帰ってくれるかしら。じゃあドレスなしですね。え、そういうことでしたら遠慮なく帰らせていただきます。どうぞドレスなしで結婚式を挙げてください。では私はこれで失礼します。ちょっとはるかさん、どこにいるの。ドレス早く持ってきてよ。私のために作ってくれたドレスがあるんでしょ。完成直後の写真お母さんから見せてもらったわ。それすごくいいから早く持ってきて。無理です、今タクシーで家に向かっているんです。高速に飛び乗ったので U ターンはできません。そんなのすぐ高速降りたらいいだけでしょ。結婚式が始まるのにドレスなしでどうするのよ。いいから早く戻ってきて。この私が着てあげるって言ってるのよ。すみません、私もう眠気が限界です。実は昨夜までチクチク刺繍を頑張っていたんですよね。
もうタクシーで寝ちゃいそうなのでこれで失礼します。ちょっと待って、お願い寝ないで。結婚式に出ていいからとにかく持ってきて。もう意地悪しないし仲良くするから持ってきて。一生に一度の結婚式なのよ。ドレスなしで一体どうしろっていうのよ。知りません、もう勝手にしてください。なんですって。ではおやすみなさい。いい加減に起きてちょうだい。そしてドレスを持ってきなさい。ドレスを持って帰るなんて何を考えているのよ。おはようございますお母さん。たった30分仮眠しただけですがすごく目覚めが気持ちいいです。じゃあ早くドレスを式場に持ってきてちょうだい。無理を言って開始時間を遅らせてもらっているのよ。今ならまだギリギリ間に合うわ。そうですか、でも私は行きませんよ。今日はもう一歩たりともこの家から出ませんので。なんですって。あなたがドレスを持ってこないなら娘の結婚式は台無しよ。弟嫁ごときがそんなことしていいと思ってるの。いいんじゃないですか、帰れと言ったのはレナさんですし。ふざけんじゃないわよ。こんなことで式が中止なんてどれだけ恥をかくと思ってるの。娘のレナや私たちだけじゃないわ。あんたがドレスを持ってこないと夫のユージも恥をかくことになるのよ。嫁がそんなことをしていいと思ってるの。はい、いいと思います。ユージさんもそれでいいって言ってくれていますし。え？私の席がない式場を見てユージさんも固まっていましたよ。まさかここまでする人だとは思っていなかった。とっとと帰って寝て好きなもの食べて待っていなさいって私に1万円も渡してくれました。タクシーを呼んでくれたのもユージさんです。なんですって。ここ数年ずっと夫のユージさんは私を見守ってくれてました。私が意地を張ってレナさんとの仲は自分で何とかするから口出ししないでとユージさんにお願いしていたんです。でもさすがに今回の仕打ちには夫として口を出さずにはいられなかったようですね。そうだったの。ユージさんはずっとレナさんのブラコンにもお母さんのレナさんにだけは甘いところもずっと苦手だったみたいですよ。そういうわけで夫の理解もあり私は家で休みます。どんなに待っていてもドレスは届きませんので結婚式はどうぞそちらで好きに始めちゃってください。始めるって言ったってそんな着るドレスもないのにできるわけないじゃない。それならユージさんに頼んでみてください。念のため同じドレスをネットで購入しておいたそうです。え、いろんなパターンを想定して何かあった時でも大丈夫なように準備していたみたいです。いつもいつも後ろでそうやって支えてくれてユージさんには感謝しかありませんね。今は時間がもったいないから普通のドレスで何とかするけど後で覚悟しておきなさいよ。せっかく私がレナと仲良くなるチャンスまで用意してあげたのにそれを台無しにしたのはあんたなんだからね。もうレナさんとの仲なんてどうでもいいです。では家で二度寝するのでおやすみなさい。素敵な結婚式になるといいですね。レナさんはユージさんが用意しておいたドレスで結婚式を挙げたそうですが、あの刺繍のドレスが良かった、こんなの可愛くないと終始仏頂面で終了したんだとか。新郎側には新婦が突然の腹痛でとごまかしていたそうですが、終始不満顔の花嫁の態度に新郎親族からは不評を買ってしまい、挙式後もギクシャクしているそうです。挙式後レナさんとお母さんが揃って我が家に突撃しに来ましたが、全て夫が対応し、妻はできる限り寄り添ってくれた、それを無駄にしたのはお前らだと絶縁宣言。仕立て上げた刺繍たっぷりのドレスはレナさんがもう見たくもないというのでヤフオクに出してみたらめちゃくちゃ高額で売れました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。